ドラえもんのび太と鉄人兵団は月刊コロコロコ,ロコミック1985年8月号から1986年1月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの漫画作品及びそれをもとに1986年3月15日に公開されたドラえもん映画作品大長編映画ともにシリーズ第7作同時上映は お化けの、旧太郎飛び出せ。化け分け大作戦。プロゴルファーサルスーパーゴルフワールドへの挑戦。また、2011年には、本作のリメイク作品である、ドラえもんしのび太と、鉄人兵団羽ばたけ天使たちが公開された。テレビシリーズのキャラクターデザイン第3期になってから、最初の映画である、ロボット惑星メカトピアから、地球侵略にやってきた、鉄人兵団と、 ドラえもんと伸びたたちの戦いを描いた作品。作者である藤子、F、藤尾がドラえもんの映画史上最強の敵と語るメカトピア星、鉄人兵団による地球侵攻作戦は地球人の総奴隷化を目的としたドラえもん作品中でも特に熾烈なものである。映画化7周年記念作品として制作され、これまでの伸びたのマイナスだったタイトルから、 伸びたとマイナスが初めて採用された作品である。予告では何度かの爆撃音の後、今度の映画は何が何だかとにかくすごいぞというセリフが流れる。本作では基本的に静香は怪我をした鉄人兵団側の少女ロボット、リレルの解放に専念し、鉄人兵団と戦闘するドラえもんや伸びたら他の4人とは別行動をとっている。 大長編の中では最も静かの出番が多く、静かとリルルとの友情も、今作の見どころの一つでもある。リルルの別れるシーンにおいても彼女の身が立ち合っている。また、原作者が何度も過失修正した作品であり、連載時と単行本の終わり方が異なっている。連載時は、鏡面世界から戻ってきたところで終わっているが、単行本では、 ドラえもんたちが戻ってきたシーンはカットされ、後日談が過失された。なお、この後日談のラスト3ページ分は、単行本発刊前に、本作が再掲載された、別冊コロ,コロコロコミックスペシャル9号の時点で、すでに過失されていた。他にも、のび太がスネオに、自分は巨大ロボットを持っていると言い放つシーンが、冒頭から中盤に変更されている。 鏡面世界の作画ミスも修正された。服装は原作が長袖なのに対し、映画版は半袖となっている。夏のある日、のび太は偶然北極で巨大なロボットの足を拾い、自宅に持ち帰った。それ以来、家の庭に次々と降ってくるロボットの部品をドラえもんと協力して鏡面世界で組み立てて、ザンダクロスと名付け、静かを呼んで遊んでいた。だが、 その最中、その巨大ロボットに恐るべき兵器が組み込まれていたことが判明。安全のため、ロボットを三人の秘密にすることを誓ったが、のび太の元に、ロボットの持ち主と名乗る少女リルルが現れ、のび太はうっかり口を滑らせてしまう。のび太はロボットを返すことを断れず、さらに鏡面世界へ入り込むために必要な秘密道具お座敷釣り掘りまで貸してしまった。実は、リルルは、 ロボット惑星メカトピアから派遣された少女型スパイロボットであり、メカトピアの地球侵略作戦の足掛かりとして、先兵である他のロボットと共に、鏡面世界で前線基地を建設し始めた。偶然、現場近くで真相を知って逃げたドラえもんたちを追うため、リルルたちが鏡面世界の入り口を無理やり広げようとした結果、時元真による爆発が発生し、 お座敷釣り掘りによる入り口は塞がれた。それにより危機は免れたかに見えた。しかしそれもつかの間、巨大ロボの頭となるはずだった部品から、鉄人兵団が、ワープ後方によって、メカトピアから地球へ送り込まれてくることを知らされ、のびたたちは、ジャイアンやスネオと協力し、取り返した巨大ロボを改造して、味方につけ、高井さんの湖を巨大な鏡面世界の入り口にした、上で、 巨大ロボの誘導信号で鉄人兵団を誘い込み迎え撃つことになる。計画は成功し、鏡面世界に誘い込まれた鉄人兵団は世界各地の大都市を破壊するも人間の姿が全く見えないことに疑念を抱く。一方、ふとしたことで傷つき倒れていたリルルを見つけた静香はドラえもんに頼んで解放してもらう。当初は機械的な冷たい心を持ち、 メカトピアを侮辱したとして、静かを傷つけまでしたリルルだったが、暖かな人間の心に触れたことで次第に心に変化が生じ、自分たちの行いに疑問を抱くようになっていく。こっそりと抜け出して、兵団司令官の元に戻ったリルルは、人間たちがいる場所を教えろと迫られる。それを拒否して、作戦の中止を進言するもの,の、裏切り者として囚われてしまう。 処刑されるため基地に連行されかけたところを、ドラえもんたちに助けられたリルルは、自分たちの行いが悪事だと理解しつつも捨て去ることのできない祖国への忠誠心を劣し自らを軟禁するよう求める。自分たちが鏡面世界に誘い込まれたことに気づいた鉄人兵団は、地球に到達したポイントが表面世界の入り口だと看破し、高井山の湖に向け進撃を開始。 静か、ミクロス、リレルの三人を残し、秘密道具で高い山に立てこもったドラえもんたちは、兵団と戦闘を開始する。必死に抵抗を続けるが、物量に物を言わせた相手の進撃に次第に、押されていき、ついには、最大の戦力であった巨大ロボも動くことができなく、なってしまう。その頃、ルスを任された静かたちは、 ミクロスの何気ない一言から事態の打開策を思いつく。それは過去の時代に遡りメカトピアのロボットたちを作り出した超本人である神様イコール博士に相談しに行くことだった。博士はロボットの先祖であるアムとイムに競争本能を取り付けたことがすべての原因だったのだろうと語り競争本能を取り去り他者を思いやる心を植え付ける。 ためにアムとイムを改造しようとするが、老齢による体の衰いには勝てず倒れてしまう。リルルは歴史改変によって自身の存在が消えてしまうことを承知の上でアムとイムの改造作業を引き受ける。改造の完成とともに生じたパラドックスにより大量のロボット兵たちが一瞬にして消え去ってしまい、リルルも静かに見守られながら消えていく。 何が起きたのか理解できないながらも歓喜する一行の元に沈んだ顔の静かが戻り、彼女の言葉からドラえもんたちは、リルルが自身の命と引き換えに鉄人兵団を消し去ったことを知る。こうして、鉄人兵団の脅威が去ってから、しばらくの後、いつものように学校で居残りを命じられた、のび太の元にリルルに、そっくりの少女が現れ、のび太に微笑みかけると、どこかへ飛び去っていった。 平和になったメカトピアに生まれ変わったんだという確信と喜びと共にこのビタは空き地に集まっていたジャイアン、スネを静かの元にかけていったメカトピア住民であるロボットによって構成された侵略部隊ロボットに代わる新たな労働力を得るための奴隷狩りを目的としターゲットを地球に絞ったレーベルはすべてコロンビアレコードである 2011年に公開された前日のリメイクアニメ映画公開に合わせ漫画版を元にしたノベライズ版が瀬名秀明によって同年2月25日に出版されたドラえもん初の小説となるドラえもん映画作品ありがとうございます